今度やりましょう。大丈夫ですよ、すぐ治りますから。大丈夫と言えば大丈夫。予定だけか。きっとみんなの愛がバッと注がれてて嬉しいと思います。おはようございます。おはようございます。今12時10分になってしまいましたけども、30分で終わります。はい、イエス様の皆で皆さんお一人お一人を祝福します。はい、今日はね、先生が腰痛めてしまっていろいろハプニングがあって大変でしたけども、でも感謝でした。たくさんのにいいお証も聞くことができました。ありがとうございます。最後の週メッセージだって思うといつもね、何を話そうかなってこう月曜日ぐらいからずっと思ってるんですけどね。で、火曜日の朝だったんですね。目が覚めました。そしたらね、まだすごい暗かったから、ああ何だろうな、何時ぐらいかなと思って、いつも枕元にこう携帯置いとくんですよね。教会はいつでも電話が来るんですよ。夜中でもメールが来たり電話が来たり、だから枕元に置いてるんですけど、開けてみたらまだ5時9分ぐらいだったのね。そして、ああまだ寝れるなと思って、またうつらうつらしたんですけども、でもなんとなくね、もう、起きなくちゃという気持ちがあるから、眠りが浅いんですね。その都度にこう携帯を見ながらまた眠っていました。そしたらね、タリタクミ、娘を起きなさいっていう声が聞こえてきたんですね。そんなところの聖書なんか全然読んでないし、あっと思って、あ、神様がもう起きなさいって言ってるんだと思って、とってもね、眠りにつくのは1分か2分でつくんですけども、目覚めるのがすごい遅いんですね。なかなか起きられないもんだけども、タリタ君に少女起きなさいって言われて、パッと目が開いて、そして、起きれたんですね。で、あ、これ不思議だなって、今回のメッセージはここにしようと思ってそこを選びました。で、今日のメッセージはね、マタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書に書いてあるんですけれども、今日はマルコから選びたい、したいと思います。マルコによる福音書の5章です。開けてください。70ページです。新約聖書70ページ。マルコによる福音書5章の21節から43節まで。じゃあ、時間がないから私がパッと読んじゃいますね。21節からね。イエスが船に乗って再び5章です。マルコによる福音書5章の21。イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。
するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があんなにあなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いていて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペテロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大勢で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と3人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクミと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。はい、このところからお話しますね。はい、一番最初のところで街道長の、一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見るとひれ伏して、しきりに願ったって、私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、イエス様のところに来たんですね。ある程度の年齢になって亡くなった場合、みんなやっぱり寂しいけどそれなりの心の整理がつきますよね。でもこんな幼い、まだ12歳になったばかりの自分の娘が死にそうだと、もう本当に家族もこのヤイロさんも悲しくて仕方がなかったと思いますね。でヤイロさんっていうのは街道長って書いてありますから、ユダヤ教徒だったんですね。それで教会みたいなその街道があったんですけども、街道の管理をしている人だったんですね。で地位も経済的なものも政治的な力も結構あって、みんなからも結構認められていた人だったんですね。でもそのようにいろんな面で力のある人だったんですけども、自分の娘が死にそうだっていう時にはもう何をすることもできなかった。そしていろいろこう噂が伝わってきたイエス様にね、イエス様のことを聞いていたので、あ、イエス様に手を置いてもらったら娘も元気になってまた生きれるんじゃないかって、そのような信仰が湧いて出てきたんですね。でこの街道長のヤイロさんは、あのイエス様に反対するパリサイ人とか律法学者、そのような人の仲間ですから、イエス様助けてくださいっていうのはとってもこうできにくい立場にあったんですよね。でもこの時のヤイロさんはもう恥も外聞を捨ててね、イエス様家に来てください、私の娘が死にそうです、手を置いて癒してくださいとひれ伏して頼んだとあります。でイエス様はヤイロさんのこの必死な願いを見てね、心よくはい、いや一緒に行きましょうと言ってヤイロさんと出かけました。でも、今日ハプニングが起こったように、このイエス様がヤイロの家行く途中で、ここに書いてある12年間の長地の女の人に出会ってしまったんですね。で、この女の人もここもまた12年なんですけど、12年間もずっと出血が続いて、お医者さんに行っても治らないし、もうどうすることもできなかった。
ってもイエス様に触れさえすれば治るんじゃないかっていう信仰を持ってこの女の人も来ました。でその群衆の中にいっぱいたくさんの人がいたんだけども、この女の人がイエス様の服に触れることができたんですね。そしたらできた途端に聖書に書いてありますけれども、出血が止まって病気が治ったの、癒されたのを体に感じたって言うんですね。たくさんの人がイエス様をイエス様イエス様って触ってたんだけども、このそれでこのイエス様がね、誰かが私の服に触れたって、誰が触れたか探してくれって言うわけですね。でも弟子たちもね、群衆がこんなに押し迫っているのに誰なのかそんなの分かりませんよって、どうしてそんなこと言うんですかっていうような感じでお弟子さんも言ってますね。でもたくさんの人が触ってたけども、それはイエス様には感じないんです。でもこの女の人がイエス様に触れさえすれば治るかもしれないっていう信仰の思いを持って触れた時にイエス様は感じたんですね。私から力が出ていった、誰かが私に触った、このようにね、信仰を持って神様に向かう時、神様は答えてくださるんです。感じてくださるんですね。だから私たちも主よ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 ってね、普通一般的に言うんではなくて、主よ助けてくださいって、本当にイエス様がそこにいるかのように思って神様に祈る時に神様は耳を傾けてくださいます。でそういうことがあったので、こう時間が取られてしまったんですね。そんなことをしている時にヤイロさんの家から人が来てね、もう娘さんは死んでしまいました、もう先生を先生を煩わすこと煩わせる必要はなくなりましたって報告が来たんです。ヤイロさんはとってもがっかりしましたね。もうこんな女の人にとらわれないで、もう一刻も早くね、自分の娘のところ行ってイエス様に手を打ってほしいって願ってたと思うんです。もう本当に死にそうだけども、イエス様に手を振ってもらったらこの子は治るかもしれないって期待してました。でももう手を振ってもらってもダメだって、もう死んでしまったんだって、全部の希望が絶たれてしまったっていう感じで、ヤイロさんはとってもがっかりしてしまったんですね。でもその時イエス様がその家からの使いの話、ヤイロさんの話を聞いていて、なんて言ったか、恐れることはない、ただ信じなさいって街道上に言われました。あなたは娘に手を置いてもらったら癒されるって信じてたんでしょって、治ると信じていたんですねって、それを信じ続けなさいってイエス様が言われたんですね、はい、ここではね、一人の幼い少女が命がなくなって、なくなるかもしれない、イエス様に祈ってもらったら助かるかもしれない、そういうことが書かれているけれども、でもこれと同じようなことは私たちの生活の中でいっぱいあると思うんですね。自分が病気かもしれない、本当に悩みますよね。松尾さんの証し聞いても、すごい悩んでたんだなと思いました。それから家族が病気かもしれない、むっちゃんのお父さんももう89歳と言っても家族にとってはね、生きてほしいって思いますよね。そういうことで悩むかもしれない、またお友達が病気かもしれない、そういうことで悩むかもしれない、また仕事の問題で悩むかもしれないし、将来に対する不安で悩むかもしれない、また信仰上の問題で悩むかもしれないね。でそういう時にクリスチャンである私たちはイエス様に祈りますね。神様は癒し主だから大丈夫、全てを支配したれされている方だから大丈夫、主にできないことはない、悪霊も全部イエス様を滅ぼしてくださった、だから大丈夫、イエス様は私を命をかけて愛してくださったんだから大丈夫、そういう気持ちを持ってみんな神様に祈っていくと思うんですね。で聖書を開けてみると、聖書の中にもイエス様のなしてくださった奇跡がいっぱい書いてあります。それで兄弟姉妹のお証を聞いても、あ、イエス様は力ある方、イエス様は働いてくださるって感じられます。私たち自身も過去を振り返ったらたくさんイエス様の技を見ていると思うんですね。でもそういう私たちだけれども、
この八重さんの娘さんが亡くなった時にね、お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょうっていう言葉が出たように、事態がなかなかうまくいかないと私たちの心の中にもこれと同じような言葉が出てきてしまうんですね。思いが出てきてしまうんです。あの人の祈りは聞かれたけども私の祈りは聞かれない、私は信仰がないから私の祈りは聞かれないんだって、みんなに祈ってもらっていてももうダメだから祈ってくれなくてもいいよっていう言葉を吐いたり、それから私が持っている問題は大きすぎるってね、みんなの問題とは質が違うんだよ、だから無理だよ、でも長い間この問題は続いてるって、変わらない、ずっと変わらないって、自分の信仰でもどうすることもできないし、みんなの信仰でももうダメだって、だからもう無理だって、またね、信仰を持って一生懸命祈っていってもそうならない時、余計ショックが来るからもう祈るのやめようって言ったり、こういう思いが私たちの心をよぎってくるんですよね。調子よく言ってる時は御言葉に御言葉を信じて進んでいけるし期待していけるんだけども、長くなったりなかなか変わらなかったり、そういう時私たちの心は不信仰な心が湧いてきてしまうんですね。でもイエス様がそこにいたらね、何と言われたでしょうかね。恐れることはない、ただ信じなさいって言われると思うんです。恐れたり怯えたり不安を持ったり心配したりする、そんな私たちに対してね、恐れることはないよ、大丈夫だよ、私がいるよ、私を信じなさいって神様は言ってくださると思うんですね。そしてね、38節を見ると、一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ騒ぐのか、子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入っていかれたって書かれていますね。ここで嘲笑った群衆とか信じてない人たちはもうそこから外されたんですね。そして両親と三人の弟子さんだけが連れて入られた。この三人の弟子はね、イエス様が山の上に登った時に姿が変わって、モーセと誰だ、エリアが来て話してる時に3人だけ連れて行かれたんですね。ゲッセマネの園でイエス様が必死で祈ってる時もこの3人だけが連れて行かれたんですね。このマルコによる福音書の6章のね、上の段の一番左の方に行くと、自分の故郷ではイエス様は、みんなから信頼でされてなかったし敬われてなかったので、わずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかったって書かれています。不信仰が働くと神様の技が起きなくなっちゃうんですね。イエス様でさえ不信仰のところでは何も奇跡を行うことがおできにならなかったってあるんですね。不信仰は神様の技を起こすのをとどめてしまいます。ダメだとか無理だっていうのは不信仰です。それからイエス様なら必ずできる、どうにかなる、大丈夫っていうのが信仰の姿勢ですね。はい、そこでね3人と家族を、お父さんお母さんを連れて行って、イエス様は少女に、ヤイロさんが言ったように手を置きました。そして少女に起きなさいって言った時に、少女は目を覚ましてよみがえったんですね。ここでね、もしその女の長血の女の人がいなくて早くイエス様が少女のところに来てたら、
その少女に手を置いてね、病が癒されたと思うんですね。でも遅くなったので少女は死んでしまった。そして手を置いたら病が癒されて、病が癒されたというよりも命が引き戻されてよみがえりました。ここでね、早く来てくれたらいいって思ったけども、でもね、この遅れたことによってここにいる人たちはもっとすごいイエス様の技を見ることができたんですね。神様には時があります。私たちが祈ってて、一生懸命祈っててもなかなか起こらなくても神様の時があるんですね。信仰にならないで忍耐して祈り続けていくべきだと思います。そして一つお証があります。この教会が島の教会、島に、会った時のお話なんです。この悪魔に立ち向かえっていう本、先生がね、欲しい言ったら持って、皆さんが持ってきてくださいました。感謝します。この本の後ろの方に書かれているんですけども、島の教会は本当に小さな教会だったんですね。車1台止めたら終わりぐらいの教会で、もう両脇は道路だったんですね。でもそこでね、本当によく祈ったなって思いがあります。で、威厳の祈りをバーッとすると、道路を通る人が何やってんだろうと思えるぐらい、みんな道に聞こえてしまう、そのような教会だったんですね。で、そこに最初、ここに出てくる主人公ですけど、土田さんって人が、芦屋からいろんな 家の事情があって教会に来たんです。で、教会今誰も住んでないから、じゃあ教会に住んでてくださいって言って、土田さんが教会で住むようになりました。で、この人は本当にいろんなことがあった人だったんですね。よく先生が言いますけれども、イエス様が来られたっつって、でとっても嬉しそうに話した、そういうこともありましたけれども、体がとっても弱かったんですね。で、心臓が悪くて、いつも顔がむくんだり手がむくんだりしてたんです。で、心臓が痛くなったりして、中央市民病院に通ってたんですけど、ある時とっても悪くなって入院したんですね。でもやっぱりいろいろ考えた時、私はイエス様によって癒してほしいって、先生もそうだ、イエス様に癒してもらおうって、そういう気持ちで、病院の担当の先生は反対したんですけれども、無理やり退院して教会に戻ってきました。そしてね、ある時、心臓の病を抱えながら生活してたんだけど、ある時とっても苦しくなったんですね。もう1週間ぐらいご飯が食べれなくなってしまって、水を飲んでも吐いてしまう、そんな状態でした。でも本当にこれは必死で祈らなくてダメだって言うんで、ずっと祈りました。そして、祈ったけどもなかなか治らない、もう涙流しながら祈ったんですね。そしたら最後にね、もう痛いとかなんかを言って、もうこれも最後のあがきかなとか思ったんですよね。そしたら最後にね、水が欲しいって言うんですよ。それで、死ぬ時はみんな水が欲しいって言うけど、これで終わりなんかなと思ってお水飲ませました。そしたら飲んだ途端にね、バターンって倒れて、そのままずっと眠っちゃったんです。で、しばらくして目が開いて、何してんのっていう感じで、それと同時に心臓が全部治っちゃってたんです。で、苦しんでみんなが一生懸命祈ってた祈りも覚えてないのね。で、とっても元気になってまた過ごしていました。そういうことなんかいっぱいあった人なんですね。でも元気になったから、もう教会に住んでないで近くにアパート借りたんですね。で、やっぱり人間はいろんなことが起きますから、長い月日が経つにつれて、その人もちょっと悪い心が起きてね、バプテスト教会と関わりを持つことになってしまったんですね。で、法殿の教会ちょっとこう休んだりして、バプテスト教会に行ったりしてました。で、ある時先生が何キリストと何とか何の本だったか分かんないけど、本が出版されたんですね。で、その出版の記念会を加古川でやろうということで、その日やってました。その日はものすごい雨だったんです。それでその出版会にももうすごい雨でね、本当に先生の弟と私たちとだけぐらいしか来ることができなかった。で、その時その土田さんがこの集会に来ようとしたのか分かんないんだけども、ハイヒールを履いて傘さして、雨の中、土砂降りの中、放電駅に歩いて行ったんですね。でも
途中で転んで眉間をコンクリートで打ってそのまま死んでしまったんですね。私たちの教会の人だっての結構知ってる人多かったから教会に来たけど、私たち全部過去が行ってたからいなかったんです。でその死体は警察に届けられました。で私たちそんなの全然知らなかったから、次の日はいいお天気だったから草なんかを取ってた時にそのことを聞いて、土田さんが死んだんだってって言って、でどこにいるか調べたらバプテスト教会の方に運ばれていたんですね。ですぐ先生と行きました。でこの人は生きてる間本当にいろんなことがあったって、だから生き返るかもしれない、祈らせてくださいって、土田さんの遺体の前でね、もう本当涙流して一生懸命祈ったんですよ。生き返ってほしいってね。そしたら向こうの教会は威厳なんかもないし静かな教会ですね。私たちがそのようにしてたのを見て、もうこの人は死んでるんですって、そんな生き返ることなんかないって、そんなに祈りたいんだったら自分の教会って祈ってくださいって言われたんですね。ここの迎えに来た群衆みたいです、もう死んでいるんだって。で私たちはそりゃそうだな、よその教会で大きな声で祈るのもおかしいと思って法殿の教会に帰ってきて祈りました。やっぱりね、バプテスト教会行ってても先生はすごく愛してましたし、いろんなことありましたし、もう本当にね涙流して愛を持ってね、神様この魂を生き返らせてくださいって祈ってたんですね。でもあんまりね狂ったように祈ってるので私自身も怖くなってしまってね、本部の先生に電話しました。こういう状況でこうなったんですって。そしたら国分先生がね、それは神様に打たれたんですって、もうお祈りするしない方がいいよって言ったんですね。ですぐそのことを先生に話した時に、先生の心の中にスーッと神様の思いが入ってきて祈りをやめることになったんです。で結局ねこのようにしてね、土田さんはこの娘さんと違ってよみがえることはしなかったんですけれども、でも神様はね全てのことの中に働いていてくださるんですね。信じてね、愛してね、本当に必死で祈ったそのことを聞いた人が本当に神様を信じているんだってその姿を見てね思ったらしいんですね。私もこの神様を信じたいって。でその人はそのことを通して神様を信じました。土田さんの肉体はなくなったけど、この新しい魂がね、霊の命をいただいたんですね。この方はいつも今でも毎月ぐらい来ている思想群の福沢さんなんですけども、この方が命をいただきました。だからね、神様の前になすことは無駄に終わってしまうようなことは、無駄だなって思うようなことがあったとしても絶対神様はそれを見ていてくださるんですね。自分の考えと違う結果になるかもしれないけれども、でも神様は成した技を必ずね祝福してくださるんです。聖書に書かれていることは今でも起こります。恐れないでただ信じなさいとイエス様はヤイロさんに言ったように、私たちにも言ってくださっています。いろんなことが起こるかもしれませんけれども、もう一度ね神様のもとに帰って本当に神様に求めてきたらいいなと思います。はい、終わりにします。お祈りします。愛する天のお父様、パリタ君に少女よ起きなさいという神様の声かけから、今日は、ヤイロの娘さんの復活の話をしました。いろんなことがあって大変なことがあっても神様は恐れることはない、ただ信じなさいと私たちにいつも語りかけていてくださいます。どうかいつも現実のものに心を奪われて不信仰になるのではなく、全能なる主、愛なる主、あなたを見上げて進みいく私たちとしてください。そしてもっともっと神様の栄光を拝したいと願います。主を祝福してください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
ますどうか清めたあなたの御のために用いてください。お願いしますお一人お一人ことを信じてありがとうございます。イエス様のお名前を通して天のお父様にお祈りします。アーメン。お祈りしたよ。難しいことではなく、ただ信じるイエス様、あなたをただ信じる、それだけなんです。神様、どうか心のすべてを神様に委ねて告白して、イエス様、真実のイエス様を求めて、前進できる私たちに返させてください。イエス様、感謝します。あなたは時にかなって、私たちに一番良いものをまた与えてくださいますから、ありがとうございます。神様、今日もこうやって、あなたに礼拝を捧げているこの恵みも本当に、幸いで幸せです。神様どうか十分に満たしてください。そして1週間もまた共にいて、あなたの愛を感じることができますように、今日は忙しく御用のために来れなかった兄弟姉妹も同じくあなたの愛が注がれますように。そして、また2月の聖餐式、神様のイエス様の血潮をいただくことができるように導いてください。この時本当に感謝いたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。